ハイビジョンへようこそ。今日はですね、リクエストにもありましたパナソニックのザ・ローストというコーヒーの焙煎機をご紹介します。それでは早速見ていきましょう。改めまして皆さんこんにちは、ハイロックです。こちらがパナソニックのスマートコーヒー焙煎機ザ・ロースト。その見た目は見るからに高級感のある金属的な質感、アップルでいうところのスペースグレーといったところでしょうか。回転させて見ていきましょう。見た目通りずっしりと重い、その総重量は 4.8kg。 このガラス容器に焙煎されたコーヒー豆が入ります。ザ・ローストの本体だけ買ったのではコーヒーの焙煎はできません。何が必要かというと、もちろんコーヒー豆ですよね。そのコーヒー豆をどうやって手に入れるかというと、パナソニックストアの方で用意があります。サブスクになるんですが、1月に1袋、2袋、3袋と自分が必要な分だけ取り寄せることができます。僕はですね、真ん中のプランの1月に2袋のプランで契約しています。ちょうどですね、今日撮影しようと思ったらそのプランの豆がちょうど届いたので、これも開封して見せていきたいと思います。これね、こういう段ボールで届いて、このように小分けに2袋で、これが僕のプランで1月にこれ200、1個 200g ですね、 200g の袋が2袋届きます。今回はね、タンザニアって書いてありません。もう一つがブラジルです。この袋がジップバッグになっていて、もうそのまま保存することができるんですけど、僕はですね、ここに一つ技を使って透明のガラス容器に入れ替えます。こんなもので、これも概要欄にリンクを貼っておくんですが、もう本当にね、この 200g の豆を移し替えるのにぴったりの大きさなんです。ちょっとやってみましょう。どうです、ぴったり。これ今このラベルがあるんですけど、実はこれですね、こうなっていて、これね、ステッカーになってるんです。おそらくね、こうやってユーザーが豆を袋から瓶に移し替えてラベルに使うことを想定してるんですよね。でこれをこの瓶に貼ります。そうするとこのあたかも業務用かのようなパッケージが出来上がります。もう一つもやってみましょう。ブラジルの豆です。でこれもステッカーになっているので、貼ります。で僕の場合はですね、これもう数ヶ月で消化してしまうので本来は必要ないんですが、念のため今日の、月日付も書いておきます。2020年の4月。こうやっておくとですね、万が一古くなってもですね、この日付を見て古いものから使っていくと、そういうことをしています。瓶に移し替えたら所定の位置に並べていきましょう。綺麗に整いました。それでは早速ね、焙煎をしていきたいと思うんですが、やり方は簡単です。ここにね、QR コードがあります。それをアプリを使って写真を撮ります。そうすると瞬時にですね、その豆がどこの豆なのか、ブラジル、そうブラジルと合ってますよね。で、ダウンロード、そうするとね、レシピがダウンロードされて入り具合をね、聞いてきます。浅入りか深入りか、ダークロースト、ミディアムロースト、ライトロースト。で今回はね、最初に出たやつがおすすめになるんで、ライトローストを選んでロースト開始ボタンを押します。ここにね、豆を入れていきます。こういう器具を使うとね、入れやすいですね。
ちょうどここが平らになるぐらいがいいですね。専用のガラス容器を下にセットします。そしてスタートボタンをスイッチオン。暖気運転が完了するとアプリにねこういうようにお知らせが来ますので、そしたらセットした豆を本体の中に落とします。回転させるだけ。そうすると中に落ちて豆が回転し始まりました。これで焙煎が始まりました。アプリにはこのように残り8分54秒52秒50秒というふうにカウントダウンが始まります。もうねこの時点でほのかに香ばしい香りが漂ってきます。でこっからはねかなり熱い熱風が、青白かった豆がね少しずつ茶色になっていくように見えます。このくらいからねもうかなり香ばしいコーヒーのいい香りが漂ってきます。音もねグオーンと結構大きい音が鳴っています。これはねおそらく冷却ファンの音なんでしょうか。で時々ねパチッパチッとコーヒー豆が弾けるような音もします。回転しながらコーヒー豆が色が変わっていく様子が分かります。さあ間もなくですね、終了しました。終了したら最初にセットしたガラス容器を外してもう一個新しいガラス容器をセットします。古い方の容器にはねこうやってカスがコーヒーの豆の皮っていうんですかねたまります。そして新しいガラス容器をセットしたらもう一度スイッチを押します。これで焙煎完了です。仕上がりました。はい、たった今ですね焙煎が終わった豆がこちらになります。でこの豆をですねこの保存瓶に移し替えます。はい、こんな感じで移し替えられました。これでですねもうすぐ飲んでも美味しいんですけど、僕の場合は1日置くとね味が安定するということで次の日に飲むようにしています。というわけでパナソニックのコーヒー焙煎機ザ・ローストをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。本当にね簡単にご家庭でコーヒー豆を焙煎することができます。ただし本体価格10万円をですね高いと取るか安いと取るかはあなた次第。まあ安いと取る人はいないと思いますが、その価値はもう本当にその人次第かと思います。実際にコーヒーの楽しみ方もね本当に多種多様でたくさんあります。100円で飲むセブンイレブンマクドナルドのコーヒーも美味しいですし、インスタントで飲むコーヒーも美味しいですし、コーヒーマシンでね全自動で入れるコーヒーもね美味しいと思うんで、その楽しみ方がたくさんあるっていうのがコーヒーの良さかなと思っております。まあそんな中でね家で焙煎するっていうのはねもう本当コーヒー好きのね最後の夢というかもう憧れでもあります。まあそんなコーヒーの焙煎がですねもう本当に家で気軽にできるっていうのはもう特別な体験でもあります。
で僕自身もですね実際もう1年以上使っているんで、まあ、僕の使い方経験の素晴らしさから言うと十分元は取れたかなと思っています。僕もですねこの自分が焙煎した豆とそれからあとはですね、地元のロースターコーヒー店からも買うこともあります。それなんで僕も本当にもうこれだけが全てということじゃなくて買ってきた豆を入れることもありますし自分で焙煎した豆も使いますしインスタントも飲みますしもう本当にいろんな形でコーヒーを楽しんでいます。まあ、その一つの手段としてコーヒー好きの憧れの焙煎ができる機械ザ・ローストを紹介しました。もしですね迷ってる人がいるとすれば僕はねおすすめします。絶対に後悔はしないと思います。今ですね自分でまだコーヒーをハンドドリップしていない方がこの動画を見ているとしたら一応ですね覚えておいてください。ハンドドリップを始めてコーヒー度を極めていくと、まあ、最後焙煎がしたくなったりすることもあると思うんでそういう時はですねもう一回この動画を見返してもらって買うかどうかの判断基準にしてもらえればと思っています。家で焙煎楽しくて美味しいですよ。それでは次の動画までさようなら。